はい、また痛ましい事件が起きてしまいました。2歳の男の子が71歳の近くに住んでいる方に、女性の方にね、運転する車にはねられて、まあ、死んでしまったということでございます。まあ、これね、まあ、業務上過失致死で加害者とされる71歳の女性も、もう悪気はなかったと思うんですよね、これね。で、2歳ぐらいの男の子、うちもそうですけども、なんか道路がね、嬉しくってパーッと走り出すんですよ。うわーキャハハって感じでね。それは車の方も気づかなかったり、間に合わなくてドーンとぶつかっちゃいますんで、やっぱりね、1歳、2歳、3歳、まあもっと言えばね、4歳、5歳の男の子なんかもそうですけども、ちっちゃい子には必ず保護者がついていて、手を握ってあげないといけないんですよね。急に走り出しますから。向こうの方に珍しいものがあったと思ったら、パーッと行っちゃったりとかね。あ、蝶々が飛んできたと思ったら、さーっと行ったりとかね。5時半ぐらいでこの事件が起きたとされてますけど、5時半だと街灯がつき始めるんじゃないですかね。そしたらパッと光った光にね、向かってわーっとね、道路の反対側に行くこともあるんですよ。で、そういうの全て想定して、やっぱりね、最優先で命を守っていかないといけない。で、車の方は急に止まりませんから、安全運転していても、30キロ、40キロぐらいでね、緩やかに走っていても、ちっちゃい男の子がね、ドーンとぶつかって跳ねられて、それはもう全身を打って死んでしまいますからね。こんなことが起きてはいけないでしょ。これ71歳のね、女性の方も気の毒っていうかね、本当になんかご遺族に申し訳がなかったり、きっとこの方にも、お子さんがいてね、お孫さんもいるかもしれません。もうなんかで、おばあちゃんが今日男の子引いて殺しちゃったんだってみたいなね感じで、家族中で暗い気持ちでね、謝罪に向かったりとか、お通夜お葬式に出るような、もうなんかね、やられた方もやった方もパーになるわけですよね、交通事故ってのは。で、誰がそうなるか分かんない。私もね、いつなるだろうと思って本当覚悟してるわけなんですよ。覚悟してちゃいけないんですけどね、慎重に慎重に運転もしないといけないということもあります。で、私は車がね、やっぱ3台もありますので、それが全てね、そんなにね、視界がいいわけじゃないんですよね。まあ、ですんでカメラを普段よりも多くつけたり、センサー、猫のひげをつけたりとか、本当にノロ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 行くような感じでね、やってますよ。私もね、20代の頃は運転が乱暴だったんで、結構事故で何台も車を潰しちゃったりね、人身事故みたいな、一歩手前みたいなのが起きちゃったりしたんですけども、もう本当にあの時にね、重大事件にならなくてよかったなと思います。もしあの時に誰かがね、後遺症でも残るようなことになったり、最悪死んでしまったら、多分私こうやってらんないですよ。ね、業務上過失致死で人を傷つけちゃった人が YouTuber とかできないでしょ。いやー、できないですね。本当にね、いろんなところに急に命がなくなるっていう危険は本当潜んでるんで、気をつけても気をつけても気をつけすぎることはないと思います。はっきり言って、今流行ってる感染症よりも交通事故の方がまだまだ怖いですからね。だから本当に今の感染症の重症化率とか死亡率でロックダウンみたいな措置をするんだったらね、飲食店の酒提供禁止とか営業に自粛をかけるんだったら、じゃあね、車の事故で死んでしまう方とか重症になる方のことを考えたら、それこそね、車の販売店は車を売るなとかね、中古車の営業は夕方3時までですとかね、そんなことになっちゃうわけですよ。それからガソリンの提供をやめてくださいみたいなね、めちゃくちゃになるわけですよ。だから私たちは、まあ、感染症に対してもこうやって車の運転に対しても一人一人で命を預かってるんだなという意識でことに当たらないといけないかなと思います。ですので、運転中にね、スマホをやったりとかね、なんかよそ見したりとか、体調が悪いのに無理して、まあでもこれは頑張ってやらないとみたいなね、頑張って運転しちゃダメですよ、やっぱり。余裕を持って運転していく。そして自分の力を過信しないこと。やっぱり見落としもある、ヒューマンエラーもある。で、助手席に乗る方もちょっとね、私お願いがあるんですけども、運転手をね、あんまり信じないでほしいんですよ。ね。運転手がいて、まあ奥さんとか友達が助手席に乗ると思うんですけども、交差点に入ったら、助手席の方もね、スマホ見たりとかしてダメですよ。もうちゃんと一緒に見る。後ろもちゃんと一緒に見る。バックミラーも一緒に見ると。ね。これ消防士の方が言われてたんですけども、消防士の方って単独行動しないんですよ。それは、必ず人間はエラーをすると。ヒューマンエラーをする。見落としがあるってことを深く認識してるから、自分の力を過信してないんですよ。トレーニングに次ぐトレーニングをしていった結果、見えるのが自分は見落としがあるってこと、ミスをするってことなんですよ。だから2人以上の組をチームを作って、2人1組以上で行動するんですよね。そして自分のチェックをパートナーにしてもらう、
パートナーのチェックを自分もするって感じで、二重三重にチェックしながら一歩一歩進めていくんですよね。まあ、そういう風にするしかないと思うんですよ。だからね、一人で運転するときや、一人で行動するときってのは本当に慎重にならなきゃいけませんし、二人以上のときはみんなでね、みんなで何重にもチェックする必要があると思います。特に運転のときは。助手席の人が運転手の助手をしないといけないんですよ。お客さんじゃないですからね。だから助手席に乗ってて事故が起きたら、助手席に乗ってる人もあまり気持ちよくないと思うんですよ。あ、こんなことだったら自分が気をつけてあげればなとかね、思うと思うんですよ。だからそのぐらいの気持ちでやらないといけないなと思いますし、あとはね、やっぱこうちっちゃい男の子や女の子、ね、道路で野放しにしちゃいけません。道路では自転車もすっ飛んでくるかもしれないし、ね、最近は野良犬とかいないんで犬に噛まれる心配ないと思いますけども、でもね、いろんな危険が潜んでると思うんですよ。それこそ車なんてのは本当にうっかりね、すごいスピードで来たりするわけですよ。乱暴な運転する人もいるし、乱暴じゃなくても車も気づかない、男の子や女の子ちっちゃい子も気づかないでドーンと行くこともあるんですよね。だもう終わりですからね、一貫の終わり、うん、いや本当にね、昨日もこんな事故がある。そして夏場は水の事故もある、戦争はないけども、ちょっと油断すれば戦争以上に危険なことも私たちの日常に潜んでるってことじゃないかなと思いますね。まあ、お亡くなりになった2歳の男の子に本当にね、お悔やみを申し上げながら、もう二度とこういうことが起きないように、こういうことをね、本当に繰り返さないように生きてる者の責任として、取り組んでいきたいなと思いますね。じゃあ。